早稲田、慶応、東大、全部受かったのは受かったんだけど、入学式も行かず本当にやめちゃったんだけどね。自分のお守りは音楽だったわけ。スタンドバイミーって曲が入っててさ、それがね、妙にね、自分を落ち着かせることに気づいたな。テンポも良かったんだと思うんだよね。多分すごい落ち着いてる時の行動に近いね。そのジョン・レノンの声がさ、ジョン・レノンっていうのはものすごくさ、腹の座った人でさ、過酷な人生を送った人だからさ、幼少期からね、開き直ってるけれども、やっぱり自分らしく生きたいっていうね、そこをまだ諦めてなくてみたいなね、で僕はここにいるんだっていう、なんか魂で歌ってる感じがすごいするわけ。スタンドバイミーっていう、まあ味方でいてくれっていう、そういう意味なんだと思うんだよね。本当の味方がいなかったのかもしれない。でなんかそういう感じのさ、彼のね、力強い声、力強いんだけど、どこかすごい寂しげなね、なんか泣いてるようにも聞こえるし、怒ってるようにも聞こえるようなさ、すごくね、自分を落ち着かせてさ、その休み時間外キーを見ながらね、スタンドバイミーを聞いて、で次の試験に備えてたっていうね、その風景が昨日のことのように思い出されて、まあ僕にとってはそれがね、必勝の必勝ソングでした。受験必勝ソング、ほぼこのスタンドバイミーで乗り切ったから、憂鬱な時にね。ジョン・レノンの本物ぜひ聞いてね。よし、頑張れ受験生。